はい、どうも黒田まさゆきです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はね、ジャズの演奏の中で、まあ、楽譜にスイングって書いてあった時にね、どうやって吹くのっていう話をね、ちょっとしてみようと思うんですけど、これちょっとね、自信ないんですよ。っていうのはこれについて話し出すと動画が終わらないんですよね。めちゃめちゃ長くなると思うので、今日はね、いくつかに分けようと思うんですよ。で、今日はその触りの部分ですね、ちょっと説明してみようかなと思います。で、ジャズの演奏でまあよくあるのは、その跳ねましょうっていう話があるんですけど、まあ跳ねちゃダメよねとね。で、跳ねてもいい時もあるんだけど、基本的にはやっぱ跳ねない。まあ跳ねる跳ねるってみんな言うけども、跳ねていいとこと跳ねて悪いとこあるんですよ。で、まず大前提として、ジャズの演奏って言うけども、ジャズ始まってもう120年経つんですよ、ね、120年の間にはいろんなジャズが出てきて消えるんですよね。まあ消えてないか、うん、いろんなジャズが出てきて、これもジャズですかみたいなやつがね、あるんですよ。で、まあ、あとはジャズの流れを組む、音楽っていうのがね、いっぱい出てますんで、やっぱりそういう意味でもジャズ演奏するわけじゃないんだけども、やっぱりそういう人でもそのトラディショナルなジャズっていうのは聴いてほしいな。源流ですからね。で、昔はこうやってやってたんだ、それが変化してきて今こうやってるんだっていうのはね、理解してほしいなと思います。で、出来始めのジャズっていうのはね、非常にこうまとまってないので、まあこんな感じでやるんですよ。まああるにはあるんだけど、ちょっとまたその長くなるんで、あれですけど、大体そのモダンジャズっていう言葉があるじゃないですか。で、モダンジャズってじゃあいつの話なのよっていうとね、1930年40年あたりのね、ビバップ革命っていう、まあ、出来事が起こって、で、それまでのジャズっていうのはね、スイングジャズっていう。で、まああのね、吹奏楽なんかが言う人のジャズはね、これスイングジャズが多いよね。これね、まあ跳ねていいですもん、昔のやつはね。まあそういう音楽なんで。で、だ跳ねるって言っても切っちゃダメ、ピッタタッタタッタタッタッタッ、こういうねジャズはねないです。聞いたことないです。まあわざとそうしてるやつはあるかもしれないけども、まあおよそ冗談としか思えないね。まあまあまあちょっと違うっちゃちょっと違うんだけども、まあ、ミッキーマウスマーチなんかそうですね。まあまあ切ってるけども、まあまあもう何つうのね、サボイボ出てくる感じであるんですよね。で、ですね、モダンジャズっていうのは大体そう、まあ、近代のジャズっていう話なんだけども、ジャズに関してはモダンってつけばですね、ビバップ革命のあとハードワップの時代、1950年代60年代、大体この辺りまでの話を、モダンジャズと言います。で、まあ分かりやすく言えばね、ブルーノートレーベルっていう、レーベルがあったんですよ。レコードがあったのね。で、それがね、もうそれが流行った、一世を風靡した時代、これがモダンジャズだと思ってもらえばいいです。で、ほとんどの人がジャズって言ったら何を思い浮かべますかっていうと、そういうのを思い浮かべると思うので、そこにちょっと絞っていこうと思うんですよね。で、じゃあそういう音楽ってじゃあ跳ねてるんですかっていうとね、これはね、わざと跳ねるところはあるんだけど、基本的には全然跳ねてません。かなりイーブンです。で、これはマイルス・デイビスさんのね、カインド・オブ・ブルーっていうね、いまだに売れ続けてる、レコードがあって、ね、ソー・ワットっていうね、まあ名曲があるんですけど、そういうのを聞いてもらうとね、まあ分かりやすいんじゃないかなと思います。ちょっと真似してみますね。
った通り吹いてみたんだけど、最初に吹いた方はね、ダパタダパタパタパーパッ、これはねもうね、そんなの聞いたことないよね。跳ねりゃいい、ははまあもう跳ねただけだよねこれね。これはねちょっとねジャズとは言いにくいね、まあ、非常にかっこ悪いですね。でまあ後の方でやったやつね、あんまりかっこよく吹けなかったけども、イーブンに、まあ、かなりイーブンに近づけて吹いてますね。イーブンっていうことはね、じゃあこれ前の8分音符の表と裏の音、これがね50対50なのっていうとね、まあそこまで言うと難しいんですよ。それちょっと人によって、あと曲のテンポによって変わるんで、重要なのはその跳ね具合って言ったらまた怒られるんだけども、その前の音符と後ろの音符、表の音と裏の音の、比重ですね。これはもう奏者によっても曲によってもテンポによっても変わる、このように考えてください。だから適切に、まあ、まあ数字でいくついくつですよっていうのはね、これは難しいですよ。それはね一概に言えるもんじゃない。でまあ例えばね、まあ、コンピューター使ってね、そういう雰囲気を出そうと思うと、まあ例えば最初に言うとね、タパタタパタパタってこう吹こうと思うと、もう3連符のノリになってるので、じゃあ100をね3で割るとね 66.7 対 33.3 っていうのが無理数になるんですよね。でこういう吹き方じゃない、やっぱりねこれはない、これはさすがないです。で、まあ、よく跳ねて6対4ぐらいで、もう気持ちの上ではね、もうほぼほぼイーブンなんで51対49だと思っていいですよ、ね。で、ジャズのタンギングの話を前にしましたね。歌とね。でこのタンギングをしてるとイーブンに吹いても後ろの荷重が後ろにこう寄って聞こえるので、ほぼほぼそのイーブンの考えでいいです。でどう、まあ、跳ねたい時っていうかね、跳ねるべきところってやっぱねあるんですよ。でこれはもうね、いろんな、まあ、有名な、演奏ねから学び取ってほしいなと思うんですけど、ツイッターとホームではわざと跳ねてる曲っていうのが結構あるんですよ。要するにそのモダンジャズとしてはこうやって吹くべきだろうな、まあ、イーブンな感じで吹くべきだろうなと思うところもあるんですけども、この曲はこういう風に吹くのがいいでしょうね。例えばコールをね、でちょっと吹きましょう。その前はイーブンに近い吹き方で吹いてる。でしかもテンポもゆっくり。だからほとんど跳ねてない。ね、ところがここから急に曲変わるんですよ、ね。曲のシーンが変わる。こういうところはやっぱりね、跳ねてもいいと思う。ね、で、まあ、それはもう作った人の意見っていうか、まあ、そのこういうふうに作ったんだよっていうのはね、重要視されると思いますし。ただ今のところをじゃあイーブンに吹いちゃうとじゃあどうなるの、やってみましょうね。
イーブンで吹いてみるとね、何もあんま楽しくないのみたいなね、そんな感じに聞こえますよね。逆に言えば、1950年代、マイルス・デイビスさんね、クールジャズって言われるものをね、立ち上げてるんですよね。で、まあホットに演奏するんじゃなくて、クールに演奏しようぜ。で、まあ、ウエストコースの流れにもあるんですけども、古くはそのチェット・ベイカーさんとかね、こういった人の流れを組むんだけども、ものすごく真面目に、真面目にって言ったらですね、すっごいこう余計なものをそぎ落として、まあ例えば棒吹きっていうかね、すごいそっけなくメロディーを吹く、もう装飾音符とかあんま入ってなくて、ものすごいこうね、もうだるそうな感じでね、こう吹いちゃうっていう、まあそういうムーブメントがあったんですよね。で、まあまあ本当にそのマイルスさんの「So What」「Kind of Blue」ですね、まあ聞いていただきたいなと思うんですけども、こういう流れからそのモダンジャズの、クールな吹き方っていうのがね、まあ大きな流れとして、存在します。もちろんね、その時代にもビッグバンドのジャズって、スイングジャズっていうのはね、ずっと流れとしてあるので、例えばちょっと吹いてみましょうかね。今のね、有名な曲の始まりなんですけど、こういう曲はもうデューク・エリントンさんの曲なんですけど、まあ最初に吹いたような感じで吹かないと、もうその曲にならないね。だからこういうのにはもう跳ねていいんですよ、ね、だからその曲、やろうとしてる曲はいつぐらいの曲で、誰が作って、どんな感じの曲なの、もともとどういう曲だったの、何について歌ってるの、こういったところは演奏する前に知っておくべき、ね、だからツイッターとフォームみたいな感じの、そのアレンジャーが、作曲家がいて、また別にアレンジャーがいて、でこういうふうに、まあ、元との曲はこういう曲でした、それをこういうふうにアレンジしました、でいう場合はね、また別の話にはなるんだけども、例えばジャムセッションなんかでね、行った時に、まあ、ちょっと跳ねない方がいいって聞いたので、イーブンに吹きましたって言ってね、今みたいな感じで吹くと、まあ、曲は台無し、なんかいまいちこう、うん、どうかなっていう感じのね、演奏になっちゃう。まあ、それはそれで一つの吹き方だとは思うけど、まあ作った人はそういうつもりで作ったんじゃないよねというものになっちゃうね。なので、まあ知らないで吹くよりは知ってて吹いた方がいいと思うのでね、まあまあ新しいものを挑戦するときは原曲というか、その原版というか、それをね、元の最初のね演奏をなるべく、まあまあ、なるべく、もう分かんないやつとかね、古すぎて分かんないやつとかあるんだけど、まあ、なるべく、探して聞くようにしましょう。であとは、まあ、それで名演を残した人っていうのはね、見つかればそういうのも、一緒に聞いてみればいいなと思います、ね、何でもかんでも跳ねりゃいいってもんじゃないし、何でもかんでもイーブンに吹けばいいってもんじゃない。でも、まあ、モダンジャズね、モダンジャズっていうからには、まあ、基本的にはそういう吹き方、まあ、跳ねない吹き方っていうのを、踏襲して、吹いてます。ただ、現代はね、やっぱりいろんな人がいていいんですよ。なので、別にそのダメだっていうわけじゃなくて、それはその人だから、知ってるけど俺は跳ねるんだよ、それはそれでいいですよ、ね、まあ、それがいいと思う人がね、まあ、聞いてる人が決めればいい話なので。ただその、この時代、まあ時代感ですよね、この時代はこういう吹き方だったんだよというのが頭の中にあるかどうかですね。そういうので、例えばその初めて会った人でも、あ、この人はこういうふうに考えてるんだ、この曲のことこう思ってるんだっていうのが吹き方一つで分かる、これ喋らなくても分かる、まあ、吹いてるの聞けばね、あ、こういうふうにやりたいんだ、この人こういう感じで行きたいんだっていうのが、ね、分かる、ね、まあ逆に言えば分からせるっていうのも大事だと思います。
吹いて分からせる。俺はこう思ってるんだ、俺はこの曲はこう吹くんだっていうのがね、あるかないか。これはね、ただ単にその曲やってるだけじゃやっぱ分かんないね。なのでまあ、どんな場合でもそうだけども、やっぱりその、やり込まないとそういうの出てこないと思うし、でそれをやる前にそのいろんな名演奏やっぱあるはずなんでね、探して聞く。で聞くって言ってもね、ボケっと聞いちゃダメですよ。やっぱりもうやってみなって言われたら、それなりにそんな感じで吹けるように、そういうつもりで聞かないとダメだと僕は思いますね。というわけで今日はちょっとくどくど言いましたけど、まあスイングの吹き方ですね。でスイングの吹き方なんだけども、その跳ねていいとこと跳ねて悪いとこがあるんですよ、ね、であなたはどんな風に吹くのかなっていうところを、お話しさせていただきました。じゃあ、今日の、動画はここまでとさせていただきます。また明日の動画もよろしくお願いします。